トマシュ・ベルネルは、チェコ共和国の元フィギュアスケート選手。他の日本語表記として、トマーシュ・ベルネルなど。2006年トリノオリンピック。2010年バンクーバーオリンピック。2014年ソチオリンピックチェコ代表。2008年欧州選手権優勝。自他共に認める日本 B 期。東京で開催された2007年世界選手権のエキシビションでは、 日の丸の入った鉢巻キを巻いて、ピンクパンサーを演じ、会場の笑いを誘った。2007から2008シーズンフリーのグリーンデスティニーでは、有名トラと胸に書かれた衣装を着た。4回転トーループと6種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。4回転は16歳から飛んでいる。母国語である、チェコ語と英語、ドイツ語を流暢に話すことができる。また、 ロシア語も少し話すことができる。2010年にカレル大学を卒業。選手引退後はアイスショー出演、テレビ解説、イジー・ベロラドスキー、マティアシュ・ベロラドスキーら更新のコーチ及び、振付師、チェコの紳士服ブランドの広告モデル、テレビ番組の司会者として、多彩に活躍している。1986年6月3日、南ボヘミア州、ピーセクで生まれる。 5歳の時、スケート場で見かけた女の子が気に入ったことがきっかけで、フィギュアスケートを始めた。12歳から親元を離れ、練習拠点を求めて、コーチと共に、世界各国を渡り歩く。1999から2000シーズンより、ISU ジュニアグランプリに参戦。2001から2002シーズンに初めて、チェコ選手権を制し、欧州選手権や世界選手権にも出場し始める。 2005から2006シーズン、カールシェーファーメモリアルで優勝して、トリノオリンピック出場枠を得る。2006年トリノオリンピックでは18位となった。2006から2007シーズンからグランプリシリーズに参戦。欧州選手権で銀メダルを獲得し、世界選手権では FS で2度の4回転トーループを決めて4位となる。2007から2008シーズン、フィンランディアハイで優勝。 NHK 杯では SP の2つのステップでレベル4を獲得。FS も大きなミスなく終えて2位となり、グランプリシリーズで自身初の表彰台に立った。欧州選手権ではブライアン・ジュベールやステファン・ランビエールらを抑えて初優勝。世界選手権は FS でジャンプがほとんど決まらず15位に沈んだ。2008から2009シーズン、初めてグランプリファイナルに駒を進めた。 欧州選手権は FS で崩れて、連覇を逃した。2009から2010シーズン、スケートアメリカ期間中に、H1N1 アケイ,インフルエンザにかかったことが、きっかけで深刻な不振に陥る。グランプリファイナルは、ブライアン・ジュベールの出場自体により繰り上がり出場し6位。バンクーバーオリンピックでは19位。世界選手権は8年ぶりに出場しなかった。 2010から2011シーズンによりコーチをロバート・エマーソンに変更し拠点をカナダに移したロステレコム杯で自身初となるグランプリシリーズでの優勝を果たした欧州選手権では SP5 位と出遅れたものの FS で2位と巻き返し総合で3位となって3年ぶりに欧州選手権の表彰台に立つこととなった2011から2012シーズンは背中の故障のため ロステレコム杯を欠場。国内選手権で復帰し優勝した。欧州選手権では SP で3位に入るが FS で、ミスが重なり5位に終わった。2012から2013シーズンは、欧州選手権は11位、世界選手権は21位と振るわない成績に終わった。シーズン終了後、3シーズンの間拠点にしていたトロントを去り、以前練習拠点にしていた。 オーベルストドルフのキャンプに参加。コーチをミハイル・フースに戻した。2013から2014シーズン、オンドレーネ・ペラ・ドルフィー、ニースハイで連続優勝。前年までの3国に加え、ハンガリーを加えて初開催された四国選手権でも優勝した。欧州選手権では SP で自己ベストを更新し3位。FS ではジャンプのミスが相次ぎ。 総合では7位となった。最後の試合として臨んだソチオリンピックでは11位となった。その後引退を撤回し、世界選手権に出場する意向を示した。世界選手権では SP で自己ベストを更新し4位となるも、FS では大きく崩れ15位となったものの、スタンディングオベーションを受け、総合10位となった。ありがとうございます。